分で収まるんだったらまた1個にしてもらうんだけど、あれもさ、1回に2個でしたっけ、1日、いや、まあ1回に2個が朝晩に分けても、どっちでもいいです。デーデーした時はそうです。あれってサプリメントだけどこういう炎症作用があるから、じゃあちょっと薬ができるまで吸入酸素やらせてくださいね。はい、で薬の中身をちょっと先に説明させてもらいます。こういうの飲み薬ですね。メタカム、メドキシカム。で、まあ今日の夜から飲ませてください。メドキシカム、これってご飯食べて後で混ぜて、ご飯の時は混ぜちゃっていいんですよね。はい、いいです。ご飯の食べた後でも、なんかちょっとなんか混ぜてあげる。そうです、そうです。ピストローズの消炎鎮痛剤ね、割とよく使いますから。だから極端なこと言ったら、まあ1日1回飲んでもらうんですけど、全然出んかったら 休んで取っといてもいいですよ。これは別にね、症状がなかった。そうそう、まあ、だからでも今日出たわけだからさ、まあ1週間ぐらい飲んだ方がいいかなって言って、1週間、うん、1週間は飲んで、それで止まってるようだったら、そう、止めてもいい、休薬してもいい、休薬してもいいです。残り3つは残しといて、冷凍しておくといい。そうすると3ヶ月ぐらいは大丈夫だから。で、アンチノードもちょっとあの1日2個にしておくください。これもまあ1週間ぐらいは、そうですね、最低でもいいです。はい、じゃあこれで、はい、これを作らせてもらいますね、はい、ちょっとじゃあ待ち合わせてください。はい、ありがとうございます。はい。